はい、本日の配信を開始します。さお昼の新生オーリオン第24回目ですね。昨日までのはですね、まあ一段落ついたってことで、と言いますか、最新デビューっていうか、一つ大問題があるんですよね、新生マスターボウリオンは。プレイした感覚がですね、マスターボウリオンとしてプレイしてるんじゃなくて、プレイ感覚がシミュライゼーションなんですよね。もう戦術戦闘、シミュライゼーション、マスターボウリオンの特徴である戦術戦闘がうまく機能していないから、まあ、ゲームとしてはシミュライゼーション、マスターボウリオンの殻をかぶったシビライゼーションっていう、まあマスターボウリオンやろうとしてやった人は怒りますわな、これはな。まあゲームとして遊べるかどうかって言うと遊べるんですけどね。その実際は、シビライゼーションでしかなかったって言ったら、まあ日本のファンにとってはね、もともとシビライゼーションから移行する人多いでしょう。それで激怒する人は、まあ、少ないかもしれません。はい。ただ、マスター・オブ・オリオンの旧作を知ってね、最新作だ、わーいとか言ったら、ゲゲってなるわけですよね。まあ、それは置い YouTube とラいイブのて、チャットに接続しました。それは置いといて、今日はですね、これで、なんかやたら遅くない？これくらいでいいかな。そっか、ウィンドウにしてるとこんなに遅くなっちゃうんだ。ちょっと待ってよ。パソコンの設定を変えるかな。さてさて。ちょっと音消してましたけど。リプレイに支障が出ちゃうんで、パソコンの設定を変えます。もしかしたら最悪落ちちゃうかも。で、再開。うわ、これひでえ。
なぜこうなった？入ったな。まずいぞこれは。画面からはみ出しちゃって、どうしよう。あ、そうか、ゲームを終了してと。フレーム落ち以前にゲームがですね、ちょっと遅すぎてプレイに支障が出てしまいまして、うわー、何が起こってるんだ、ちゃんと映ってないぞこれ。ゲームを再起動してます。音だけがちょっと流れてますけどね。まあライブならではっていうのは喜んでしまわねえな、こんなんで。よいしょっと。ん？うまくいったかな？よっしゃー、これでどうかな？でないぞ。なんだこの真ん中の。変な枠は。あ、消せばいいんだ。消しちゃおう。あ、消えた消えた消えた。どうかな？ちょいな。ちょっと遅いかな。From the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of avian hominids. Although well known for their peaceful さーてと、まずはですね、何をやろうとしているかと言いますと、5X マットを採用してですね、で、今度、5X マットの解説する動画を作ろうかなと思ったんです
が、これ画面表示見てわかる通り、まあ、今カーソルのある場所ですね。これポップアップの内容も違うんだな、これな。これはどうなの？これをですね、オプションのインターフェースをイングリッシュに切り替えて、これですね。一番端っこ、スペシャルアビリティ、チート300フリーポイント、これをどうしよう。大混乱中。映ってないな。映ってない。これでどう？映ってないな。これで映った。さて、映ったけど、これを消してと。消しました。映しました。置いとく必要はないのか。よし。今何をやってるんだ。カスタム種族右下フリー300種族をイン。それもう一回確認。チート300フリーポイントか。チート300フリーポイントね。チート300フ
フリーポイント、はい。次に、これは消してと。これか。インフェルノ、ケイバー、フォレスト、グラスランド。火山型。これ日本語訳には全く載ってないですよね。サイバネティックが一番下なのね。サイバネティックって星なの？ホームアラビディングプロバイド。クレジットボーナス。サイバネ。これ訳すの面倒だな。ここで訳すってなしに、そうっすね。これ後でまとめてやろそいそい。食器、惑星タイプ。初期惑星タイプ。これを後で翻訳して、解説に加えよう。これはこれくらいでいいのかな。あとは全部翻訳必要はなかったと思うんですね。スターティングテクノロジーにテラフォーミングを最初から持ってる。エンジニアリング。テラフォーミングを最初から持ってるなんてオプションがあったんだ。ああ、そっか。あと日本語だと、貿易ボーナスだったんだけど、こっちの方がわかりやすいですね。貿易ボーナス25%。トレードグッズ。トレードグッズプラス50%。トレードグッズプラス100%か。何言ってるかっていうと、貿易協定ですね。トレードトリートが。日本語版だと全然違ってたはずですよね。もう一回戻そう。日本語。これだこれ。あ、貿易上。あ、これちゃんと合ってるか。ポップアップで正確に。
情報を出してますよね。でも違うのはこれだ。テラフォーミングだったんですね。光学技術、初期技術、一番下が違うんだな。加えよう。初期技術、一番下はテラフォーミングだよと。初期惑星タイプで合ってるのかな。そう、ああ、小さくて見にくい。やめて。やります。あんこちゃんを起動しました。関係ないソフトを起動してしまいました。ここ翻訳されてないですね。はい。全部一緒になっちゃってる。あ、なんかあるかな。またインターフェースを英語に切り替えます。ニューゲームカスタム、一緒ですね。うん、これは問題ない。はい。お、一緒。大体一緒ですね。はい。これなし。ん？これなんだっけ？暗殺力？暗殺力？もう一回日本語で切り替え。あ、暗殺力じゃない。同化力だ。うん。うん。
さ、問題ないんで、これでちょいと開始してみましょうかね。さあ、ここで一旦セーブ。あれ？セーブどうやってんだっけ？ここだ。セーブ。戻してと。で、薬。ああ。テック3。あれ、急に軽くなった。サクサク表示されるようになった。よくは、これで満足しちゃいけねえかな。さっきまでカクカクだったのがすごい綺麗に動くようになった。さて、なんだっけ。あ、そっか、これマウススクロールボタンで右に左に移動するんだ。はい。さて、ここまでは OK だな。うん、これ翻訳できてるな。問題なし、問題なし、問題なし。翻訳の必要があるのは何かないかなと。ね、テラフォーミングさっきあったけど、こんなね、結構上の位置にあるのが、いきなり最初からテラフォーミングを覚えてるってオプションがあるのは面白いですね。これも大丈夫、これも大丈夫。プレイした経験があるからわかるんで、知らない人は何見てんだこいつっていうような状態かもしれませんがね。ああ、やっぱりこれかな。ソーラーキルがおかしいですよね。ソーラーキルンは、でも、中身の、セル前の製造プラス1でしょ？人口あたり1増えると。セル前の研究？シーグラスってなんだ？
触れ式プラス。え？式プラス10、クレジットプラス5。セル前の食料プラス1。赤色金のみ。赤色金って何？あれ、これは何なんだ？シーグラス、ああ。あ、ちょっとやり直し。やり直し。全知の能力持って、よいしょ。メインメニュー一旦戻る。これ遅くなった、また。新しいゲームにしてカスタムにして、ああ間違えた、カスタムにして、はい、全地でスタート、ゲーム開始、ワン、これだ、スペシャル、よし、宝石、金、この中にシーグラスってのがあったんじゃないかな、あれ誰か住んでると見られないんだ、特殊資源、特殊資源、それあった、シーグラス、シーグラスはコロニー食料ボーナスを付加します、食料プラス4、これですよ、これこれこれ、このシーグラスを条件に建設できる、ソーラーキルンって名前がおかしいんですよね、ソーラー、再び英語版に、あー、こっちの方が分かりやすい、ミネラルハーベスター、ジェム&ゴールドハーベスター、あ、アドバンストリソースエクステンション、うん、ソーラーキルンじゃわけわかんないですよまあでもこれはソーラーキルンでいいのかな、シーグラスハーベスター、ああ、ワン、うん、これを翻訳しよう、これを翻訳しよう、
アドバンスとリソースエクステンション。これチェックポイントに入れよう。テック3アドバンスドリソースエクステンション。これでいいや。再び戻る。これが日本語版だと文字化けというか違うものに変わっちゃうんですね、問題って。他には何かありますかね。あ、問題はこっからか。ここまでは普通のテックと一緒のような気がするんですよね。ドゥームスター。これは一緒なんじゃないかな。問題はこれ、こっからは何なんだよっていう世界になっていったっけかな。コマンドポイント100ポイントが増えるってすげえな。メンテナンス100ってのもすっげえな。アドバンストファイター、ああ。これちゃんと日本語に切り替えて出るんすかね。ちょっともう一回再び日本語に。オプションインターフェース、再び日本語へ。おっとっと、技術テック3。いや、軽快で楽しいな、まさらながら。ああ、護衛戦闘艦、大型ミサイルレベル3。ジオンミサイル、ジオンミサイル、あれ、ジオンミサイルこっち側にないな。あるじゃない、ジオンミサイル、ダメージ55。違うのかな、性能が。ジオンミサイルダム、こっち側は、ジオンミサイルダメージ80、こっちの方が性能が高いですね。そうか、テック3が拡張されてさらに兵器の性能が良くなるんだ。ガイア型トランスフォーメーション、火山型もできちゃうんですね。ガイア型トランスフォーメーションもあったと思うんだけど、これだ。地球型の惑星にのみ施すことができますが、こっちだと火山型、有毒型、放射線型、荒れ地型、というか、まあかなりの、しかも安いんじゃない、コスト200でしょ、コスト200、こっちはコスト400。おー、バトロイド、バイオターミネーター、
改良型スペースファクトリー。こ2倍の建造速度。改良型スペースファクトリー。違う。違う。ここか。改良型。改良型スペースファクトリー。2倍の建設速度。2倍の建設速度。改良2倍の速度。あれこれは一緒なのは誤訳じゃない？再び英語に。さて、なんて書いてあるのかな。ハイパーアドバンストスペースファクトリー。ハイパーアドバンストスペースファクトリーね。こっちは、あ、こっちだ。アドバンストスペースファクトリー。ハイパーアドバンストスペースファクトリー。あ、はい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 。ここまでゲームやったことないですよね。だいたいここで勝っちゃう。だってこんなとこまで行く段階で、うん、ゲーム終わっちゃうから、殲滅戦でないとここまで行かないんだよ。ハイパーアドバンストコロニーシップ、あー、バーチャルリアリティネットワーク、バーチャルリアリティネットワークって下になかったっけ。バーチャルリアリティネットワーク、あ、ないな。ガイアトランス、うん、性能は合ってるけど名前が違うんだな。ガイアトランスフォーメーションじゃなくて、ガイアトランス、インスタンティオス、スーパーノバトーピード、え、こんなのあったっけ。ナイス。ミニマイズファイターズ、あー、なるほどね。小型化、ドライブも小型化するし、で、このアイコンそもそもないんじゃないかな。へぇー。日本語にするとこのアイコン出ないような気がするんで、もう一回日本語に。
どうしよう。日本語でやるのやめろって案内してはった方が手っ取り早いのかな。アイコンそのものは一緒ですね。はいはい。小型化ビームレベル3。小型化、小型化。キャノン小型化、ビーム小型化。はい。これは翻訳合ってますね。問題ない問題ない。これは間違ってる。間違ってる。何これ。フリゲート級じゃないよ。コマンドポイントコスポスト15もかかるフリゲート級ですか。よいしょ。コマンドポイント15。シルエットは一緒ですよね。フリゲート中性子スキャナーにバトロイド、プラズマビーム、デスレーマット、ここは一緒だ。これはフリゲート級じゃないよ。一体なんて名前だ、なんて名前だ。再び英語へ。そうだ、見せてみると。ああ。まあ、そりゃそうでしょうね。フリゲートじゃないな。ベースハルポイント2800。ベースハルポイント2800。ベースハルポイント。弱いじゃん。こっち。あん？弱くなってどうすんの？エンパイアユニークでしょ。あ、わかった。一種族で一個しか作れなかったドゥームスターなんですが、アドバンストドゥームスターは遺跡以上作れますよ。あ、これはゲーム展開変わるな。ドゥームスターゴロゴロ並べてる動画作ってみようか。こっちが試作型ドゥームスターで、こっちは量産型ドゥームスターだ。ちょっとこれ動かしてるの見てみたいな。日本語訳だとどうなってたか、もう一回戻そう。確かフリゲートになってたんですよね。完全に。そりゃ。これだ。フリゲート、フリゲート。
安くて安価な攻撃性で、石炭も限られているために必然的に軽装備となります。じゃないよと。これは紹介したい。紹介したい。アドバンストって名前が好きですね。アドバンスト。ドゥーム。スター。アドバンストドゥームスター。これの紹介は付け加えましょう。他なんかあるかな。プラズマビーム、プラズマビーム。プラズマビーム。ダメージ30、ダメージ30。ダメージ250、射程75、射程75。射程50。プラズマ B。距離にいる。手なし。クールダウン6。クールダウン16。圧倒的に性能がいいですね、こっち。割と合ってるんだけど、時々変な、翻訳し忘れが出てくるんですね。小型化とかはね、ほとんど翻訳の必要がないって感じですよね。そうそう、この辺は大体、必要ないですね。でも強い、でも強い。これ間違ってる。装甲を小型化するの。分子コンピューター。惑星バリアシールド、この辺は拡張されないのね。
デスレイまでちっちゃくできるよと。まあそうですね、これくらいかな。妙竹林な役が来てるのね。そうっすね、ここがおかし、ここの翻訳がおかしいのと、これをあえて翻訳しなくてもいい。あとはやっぱりこれが目玉なの。アドバンストドゥームスター、うん、出とこうかな。ちょっと時間かかっても、あのアドバンストドゥームスター並べて活躍されてる動画を作ってみると 5X モッドの紹介になるかもしれない。まあでもね、グダグダでしたが、これをまとめて一つの動画、あの今回のあの 5X マット紹介動画に作ってみようかなと計画を立ててます。はい、てなところで、本日の配信を終了します。